リックロスとは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のラッパー、ソングライター、ヒップホップミュージシャン、起業家である。ライブでのリックロス1976年1月28日に、ミシシッピ州で生まれ、フロリダ州マイアミで育つ。2006年に入ると、デフジャムレコーズ参加のメジャーレーベル、スリップ N、スライドレコーズと契約を結び、同年8月6日に、 ファーストアルバム、ポート・オブ・マイアミをリリース。ビルボードアルバムチャート1位を記録し、70万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクを獲得した。そして2008年3月11日に、セカンドアルバム、トゥリージャをリリース。前作と同じく、アルバムチャートにて初登場1位を記録し、80万枚近くを売り上げ、ゴールドディスクを獲得した。 2009年4月21日には、前作から1年という短いスパンで制作された、サードアルバム、ディー p e ザンラップ」をリリースし、前作と同じく、アルバムチャートにて初登場1位を記録。現在までに、全米で40万枚以上を売り上げている。2010年7月20日には、フォースアルバム、テフロンダンがリリースされた。全米アルバムチャートでは、 初登場2位を記録し、全米でゴールドディスクを獲得している。2012年7月31日、フィフスアルバム、ゴッドフォーギブス、アイドントがリリースされた。全米アルバムチャートでは、21万8000枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。2014年3月3日、シックスアルバム、マスターマインドをリリース。 全米アルバムチャートにて、17万9000枚を売り上げ、初登場1位を記録した。11月24日、セブンスアルバム、フッドビリオネアをリリース。2015年6月24日、ジョージア州アトランタ郊外で男性を監禁し、暴行したとして、誘拐、暴行の容疑で逮捕される。12月4日、エースアルバム、ブラックマーケットをリリース。 2017年3月17日、9th アルバムラザーユーザンメをリリース。2019年8月9日、10th アルバムポートオブマイアミニをリリース。ありがとうございます。